こんにちは、りょうこばあばです。今回は、このお花のモチーフを編んでるんですけども、今こうね、中心からこう編んで花びらをねこう今編んできたんですけど、だいたいこの状態で終わりますよね。そしたらやっぱりこうね、見栄え悪いですよね。内向いてなんかよれってした感じでね。でこれにアイロン仕上げしてピチッとしてもいずれねこうなってくるんですよね。その時はいいんですけど、だからちょっとひと手間ね、ひと手間加えて、この花びらをピンってさせるようにしようかなと思っています。でそのひと手間かけたのがここにあるんですけど、もう別にねアイロン仕上げしなくてもこんな感じに綺麗になるんですよね。でちょっと手間かかりますけど、今からそれをやっていきたいと思います。これはですね、この花びらを編んだ後にこのまた一枚一枚のね花びらの周りをね引き抜き編みで、ちょっと面倒ですけど編むだけでこんな感じに、ね、なるんですよ。だからちょっとした手間を加えて綺麗に仕上げようかなと思います。たら今この花びらが編み始めが鎖編みを8目編んで、そこから細編み中長長編みをずっと手前までね編んできて1枚の花びらを仕上げたんですけど、この花びらの目数に沿ってね引き抜き編みをねしていきます。そしたらここにねこの一つの花びらで長編みが分かりますかね、長編みが1、2、3、4、5、長編みが1、2、3、4、5目あるんですよね。そして隣に中長編みで一番端っこが細編みなんですよね。で端っこの手前の中長編みまでちょっと編んでこようかなと思います。そしたらですね、この長編みの根元に引き抜き編み、ずっと周りを引き抜き編みでね編んでくるんです。一目ずつこう、本当手間ですよね。こればっかりは手間なんですけど、仕上がりがね綺麗になるんです。ここまでで 1、2、3、4、5、6 目、今手前から6目引き抜き編みで編んできました。そしたら細編みが端っこにあるんですけど、ここはもう入れなくて鎖編みを 1、2、2 回編みます。そしたら今度は同じ中長のところ、下今編んできたところが6目編んできたので、ちょっと分かりづらいなって思われるときはここから数えていくんですよね。1、2、3、4、5、6、今針かけてるとこが6目目、こっちから数えてね6目目なので、ここに引き抜きます。そしてまたずっと引き抜きで戻るんです。1、2、3、4、5、6目引き抜きで戻ってきました。そしたら周りをね引き抜きにしたので、この隣みたいにグリーンってならないですよね。こうやってひと手間加えて手間をかけることで綺麗になります。2回、3回、4回、5回、6回、
回したら1、2、鎖編みをして2、4、6、下から数えて左から数えて6目めに引き抜きで閉じます。そしたらもう隣の目からずっと1目ずつ引き抜いてきます。この花びらの編み方でしたら特に内向くんですよね。こんな感じでね、こんな感じでピンとなりますよね。これで一周してきますね。こんな感じで花びらがね、綺麗になりますよね。さっきね、さっきはこう内向いてたんですけど、あの引き抜きでね、こう一周手間をかけて編むことによってアイロンもね、アイロン仕上げでも軽くね当てるだけでいい感じになりますよね。こっちもそうです。こんな感じで仕上がりました。あとはね、真ん中にこう花の芯をね、あの縫い付けたら可愛いもうお花になりますよね。でこの、 あのお花の芯ですけどね、これは、花びらが8枚ありますよね。だから8目スタートで、2段の16目円を編んでからこの花びらを編んだんですけど、その時にあの同じ目数でね、花の芯も8目スタートで2段目は16目で、それでもいいんですけど、なんかあのそれでこう縫い付けたらペタンとなるんですよね。ちょっとこう立体感をね、こっちもそうなんですけど膨らみがありますよね。こんな感じで立体感を出したいときは、あのもう一段、2段で16目編んだので3段目も16目、増減なしで細編みをね一周すると、あのこう内向きじゃないですか。だからあの私の場合はね、内向くのを利用してこう裏返しでねこうつける場合が多いんですけど、こっちはねあの普通通り表を表にして縫い付けています。これそうしてもあの膨らみは出るので、そうしてもいいですけど、まあ、裏か表かどっちかね、どっちにするかですよね。自分のこう思うあの柄でね縫い付ければいいと思います。裏で縫い付けてみましょうか。表でこう引き抜いて合わせて進行こう縫い付けるときはこのままの状態でもいいですけど、裏を表にするときは裏も一緒にこう進行方向は表の方と表をねこうするときと一緒なので、ここを一回ねこうして手前の目にね下から手前の目に下からこう引き抜いてあげて、こう進行向こう側にね縫い付けて、私の場合はしてるんですよね。こんな感じで、あのここが2段目の16目だからちょっと大きく感じますけど、目数は同じ16目なんですよね。だからこの縁の方をね開いながら1目ずつ、だいたい1目ずつね、1目ずつ開っていくと膨らみが出て、立体感のねお花モチーフになるんですよね。こう立体感がある方がね、あのお花自体も可愛いんですよね。普通の花の芯がペタンってしたのよりも立体感を持たせた方が可愛さも出るし、見栄えもねいいかなって個人的に私的には思うんですけど、別に膨らみ持たせたからといってあの綿とかね詰める必要はないと思うんですよ。ちょっとした膨らみだからね。私はもうこういう作業が一番好きで、
お花のモチーフとかね、編むのが一番大好きですね。こう縫うと、あの目をこうまつるとこを探すときは膨らみがあるから、こう前の方に出るじゃないですか、こんな感じでね。だからこうずら、手前の方にずらして縫われるとね、いいと思います。一周してきました。ちょっと不安な時はもう少しね、もう少し先まで行ってもいいと思います。これでいいのかな。中の方に入れて、こんな感じになりました。可愛いですよね。あの立体感のね、こうモチーフもこう膨らみがあってね、真ん中が、花びらもね一工夫して、あの引き抜き編みでね、手間かかりますけど、花びらをこう一つ一つ一周するとね、こんなにさっき編み上がった時みたいなね、花びらがこう落ち向くことはないと思います。ちょっとここら端っこがね、厚みがあって、こっちの方がなんかねいいと思います。こんな感じで編み上がりました。他にもね編んでるんですよ。ひまわりと、これもね花びらの細い花びらをね、コスモスみたいな感じ、マーガレットとかコスモスみたいな感じで、あの鎖編みをね編んで、 これはあの細編みで、長編みとか使わなくて、もう細編みだけでずっとね、花びらを作った後に、あのさっきみたいに引き抜き、端っこの目をねずっと引き抜き編みで編んできました。これも周り引き抜き編みしなかったら、もうくるんくるんになって、こんな感じでくるんくるんになるんですよ。だから一工夫、一手間かけて編まれると、こんな感じで可愛くピーンとねなった感じで、花びらが内向かないでね、そのままのまっすぐな状態で編み上がります。このひまわりもね縁取りしてるんです。こんな感じです。ひまわりは丸く花びらをこう編んでから、縁取り引き抜き編みでするときに、ここの尖らせるために鎖編みを3目してまた戻ってるんですよね。他の花びらは2目で戻ってるんですけど、これは3目で戻りました。これもかっちりした感じ、しっかりした花びらに仕上がりました。こんな感じで一手間かけて花びらを作る、編むと可愛くねピンとした花びらができます。これをねご紹介したかったので、今回は動画にしてみました。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。